はい、どうもめチャンネルです。本日私はですね、ヒルトン沖縄宮古リゾートさんの方にお邪魔させていただいてます。6月18日開業でございまして、昨日ね一泊させていただきまして、テラススイートキングの方にねお邪魔させていただきました。今日はね2泊目ということでございます。テラススイートキングのね動画まだご覧になってない方は上にリンク出しておきますので、よかったらそちらご鑑賞いただけると嬉しいです。で、本日はですね2泊目でですね、テラススイートキングからプレミアムスイートキング、まあ一応ねカテゴリー的には一つ下のねスイートのお部屋の方に移動してきましたということで、今ねお部屋移動してきたばかりでございますので、もうね早速ルームツアーの方から行ってみたいなというふうに思います。行ってみましょう。はい、それではですね、こちらがお部屋でございまして、広さはね正直ね昨日のテラススイートキングが77平米、ただねテラスが覗かれるのでテラスでねだいぶ平米数あったと思うんですけど、こちらはですね93平米という形になっております。はい、ただねこのスイートルームにつきましては4階から6階、したがってエグゼクティブフロアにはないねスイートになりますので、基本的にこちらのスイートを取っていただいたとしてもラウンジアクセスがございませんのでご注意ください。で、今回ね7階からですね4階の方に移動してまいりまして、はい、こちら435号室、まあ、エレベーターからすぐのね、お部屋となってます。453も多分これデラックススイートの大きさかなという感じですね。はい、で、まあ広いはい、何ですかね、玄関みたいのがないんでね、入ってすぐもうお部屋がバーンっていう感じの作りにはなってるんですけど、その分ねやっぱり広いので、まあベビーカーお持ちの方とか、なんだろう、プールとかでね、浮き輪を畳んだりするのめんどくさいっていう方はここにねスペースに置いてあげるので、まあ非常にいいんじゃないかなと思いますね。で、入っていただいて左手、このように姿見のね、鏡がドンとあって、荷物置く台がね、このようにあったりして。で、入って右手の方には、まあちょっとしたダイニング的なね、打ち合わせスペース的なね、ものがあって、ここもね、ちゃんとオブジェが、はい、テラススイートキングと同様のものがね、置かれていて、非常にいい感じじゃないでしょうか。ね。はい。で、正面、ここがね、もう本当に開けてるので、非常にいい。天井なんかも非常にね、高く感じますし、いいですね。はい。で、こちらのテレビ、ここも大きいですね。十分十分。そして、こちらデスクみたいなのもあるんで、ひょっとすると、私の使い勝手には、用途的にはね、こっちの方がいいかもしれない。で、ダイヤモンドステータスでね、ラウンジも行けるので、十分じゃないかなと思いますね。はい。こんな感じ。で、ネスプレッソマシンが、スイートなのであってですね、水汲むポットがね、2つございます。で、ネスプレッソマシンとか、はい、ポーションがね、1種類ずつ計4個、紅茶類とかも同じ感じですね。はい。足元の方は、冷蔵庫。はい。これはスイートなので、ミニバーがね、無料という形で、ドリンクが、ね、入っております。これ無料です。嬉しいですね。はい。そして右側が、こちらね、アイスペール、電気ケトル。はい。そして、グラス類ですね。はい。ワインオープナーとかね。はい。マドラーとかもございます。そして、コーヒーカップ、エスプレッソカップ、ございます。という感じです。この下は何でしょうね。まあ収納で特にね、なんか入ってるっていうわけではありません。まあ個人的にはね、非常にこの台が非常に使いやすい。コンセントこちらね、2箇所。まあ1個ここでね、使う。電気ケトルもここで使うっていう感じですかね。で、右手の方に、このように電話機とティッシュ。そして HDMI、USB-C の、コネクタ。AC100V のコンセント。もう1個ね、2つあるという感じですね。はい。こんな感じ。これいいですね。で、スタンドの調光だったりとか、デスクで、カーテン類のね、はい、ドレープとかのコントローラー。で、ここにもオブジェがこのようにあって。まあ、ビューもね、ここも、なんか気持ち、イラフ大橋が近くなったような気もします。気のせいかもしれませんけど。はい。で、このようにソファーがあってね、いい感じです。おやつがね、ちょっと違いますね。はい。このようにサイダー。はい。ちょっと微妙に違うんですね。宮古島サイダーとフィナンシェ。雪塩フィナン。いいですね。美味しそう。はい。こんな感じ。で、ここに
間接照明があって、ここも収納ですが、特になんか入ってるわけじゃありません。いやー、これいいですよ。プレミアムスイート、個人的にはいいかなと思います。はい。そしてこちらクローゼットで出ました。これめっちゃ好き。これ非常にね、いいですね。はい。これはおすすめです。で、スリッパだったりとか、シューブラシ、靴べらがございます。こちら観音開きタイプなんで、まあ、荷物ね、出しやすいですし、収納もね、しやすいんじゃないかなと思います。いいですね。上はね、特に何かあるわけではございません。はい。で、閉めていって。で、エアコンのね、コントローラーとか。はい。照明のスイッチ類ございます。で、こちらがね、寝室となってます。まあ、当然ね、このように、間仕切っていただくことはできますと。まあ、間仕切るとまた雰囲気ね、違いますね。こっちのがなんかね、住宅っぽい感じで、イメージとしては非常に使いやすい間取りじゃないかなと思います。はい。で、こちらね、主寝室でございます。あ、ドレッサーがあるんだ。いいですね。このように照明があって、ね、ドーンと大きい鏡もあって。これ使いやすいんじゃないですか、女性。特に何か入ってるわけではございませんと。で、こちらにもね、当然テレビがあって、エアコンのパネルと、はい、照明ですね。はい。で、こちらにも HDMI とコンセントがあるという感じです。で、ここは、主寝室の方はね、テレビの角度を変えていただくことができる感じですね。あっちも多分できるんでしょうね。まあ、一応ね、入ってないと思いますけど、開けてみましょう。はい。特には入ってございません。よいしょ。よいしょ。よいしょ。こちらも入ってございません。はい。入ってないですね。あ、セキュリティボックス。はい。ございます。いいですね。はい。そして、こちらもクローゼットがね、あります。はい。こんな感じで。いい。ここも広い。で、ルームエアとかがね、ここにあるんでしょうね。から。で、こちらのルームエアですね。セパレート式の。これもね、ゆったりしてて、非常におすすめです。から。はい。で、こちらもからという感じです。はい。いや、バルコニー正直ね、十分ですよね、これでね。はい。こんな感じのバルコニーの広さですけど、十分ですよね。はい。いや、今日もね、ほんと天気いいです。30度。明日31度。はい。という感じです。で、こちらにこういったね、デイベッドみたいなのがあって、ベッド。はい。で、こちらですね、USB-C とかコンセントがあったりとか、まあ、照明のね、コントローラーが一通りございますという感じです。からです。まあ、ベッドパネルの方もね、同じような感じですね。まあ、天井もね、切り抜かれてて、エアコンの吹き出し口があってね、高く感じますね。で、こちらに電話機と、はい、同じように USB-C とコンセント、そしてコントローラーですね。はい。で、常備灯がございます。という感じです。いやー、ここもね、広い。ね、めちゃめちゃ広い。そして、バスルームですね。はい。こんな感じ。まあ、同じような感じですね。ほぼ一緒。物干しロープがあって、ここね、お風呂だけね、ボタン式なんですよね。こんな感じです。はい。で、はい。これはツリー&イブリンのシャンプー、ボディウォッシュ、コンディショナー、ボトルでございます。で、上を回していただくとね、レインシャワーで、下がね、ハンドシャワーとなってます。水圧十分です。昨日はね、多分なくさなかったんですけど。で、ただね、これ気をつけていただきたいのが、ここね、はい。このシャワー、レインシャワーはね、ここを一回押すとね、ここから滝みたいに出てくるやつと、普通のシャワーになると、2種類あるので、切り替えがね、
多分男性は問題ないですけど、女性とかだとね、切り替えができないんじゃないかなと思います。で、レインシャワー出したら昨日私ね、普通のシャワーじゃなくて、滝のようなのが出てきたので、女性はね、普通のレインシャワー使いたいのに届かないっていうパターンは、ひょっとするとあるかもしれません。気をつけてください。はい。で、こちらですね、コンセント、ティッシュ。はい、ハンドウォッシュ、ボディーローション。そして、これが、あれですね。嬉しいですね、これ。はい、バスソルトがございます。はい、で、足元にタオルと体重計。この辺は、まあ、空ですよね。はい。ここも多分、ね、パイプスペースですけど、特になんかあるわけじゃないですよね。ドライヤー。ドライヤーは反対側かしら。で、ここも空ですね。はい。で、拡大鏡がございますという感じですね。おお、すごい。サンゴ。という感じです。で、足元。はい。あ、ここにね、ドライヤーと、こういった歯ブラシのセットがね、ここに入ってるという感じですね。で、ドライヤーはおそらく一緒でね、ナノケアだったかなというふうに思います。はい、ということですね。パナソニックのナノEでございます。ナノケア。はい。という感じです。で、こちらお手洗いですね。引き戸タイプという感じで扉がなっております。はい。まあ、こんな感じで。ちょっとね、コンパクトですね。ここはお手洗いはね、一箇所ですね。はい。という感じです。まあ、個人的には結構使いやすくて、いい間取りじゃないかなと思いますけど、いかがでしょうか。本日移動してきまして、こちらのプレミアムスイートキングというお部屋にアサインいただいて移動してまいりました。はい、いかがでしょうか。どちらが好みでしょうか。はい、それではね、変わりはないと思うんですけど、Wi-Fi 接続しましたので、速度を測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい、速度の方が出ました。ダウンロード、下りが 31Mbps、アップロード、上りが 22Mbps、Wi-Fi 速度が 183Mbps となってまして、まあ、ほぼね、昨日と同水準、若干昨日よりちょっとね、さらに速度落ちてるんじゃないかなという感じでございます。まあ、ただね、昨日、ライブの方は無事にね、配信もできてますので、まあ、多分、ね、問題はないんじゃないかなというふうに思います。はい、ということですね、本日、こちらですね、同じように、ヒルトン、沖縄宮古島リゾートさんの方に2泊目ということで、お邪魔させていただいております。昨日6月18日開業ということで、テラススイートキングですね、お邪魔させていただきまして、今回2泊目でですね、まあ、せっかくなんでお部屋を移動させていただいて、今回のこちらのプレミアムスイートというお部屋でございます。まあ、正直ね、今映ってきた感じだと、まあ、確かにね、テラススイートキングがテラス広くてわーってなりましたけど、まあ、テラスにいる時間正直そんなになかったので、まあ、プレミアムスイートもね、めっちゃ広いです。ここまで正直広くなくてもいいので、まあ、普通のお部屋とかね、デラックススイートぐらいでもひょっとしたらね、いいのかなというふうに思います。まあ、お部屋ね、移動してきまして、ちょっとね、ゆっくりして、まあ、昨日海とかも行ってないですし、なんやかんやね、プールも入ってないので、今日はちょっとね、プールなどもお邪魔させていただこうかなというふうに思います。ということで、ゆっくりさせていただきたいと思います。はい。じゃあね、今一旦落ち着いたので、これからね、ルーフトップバーにあります、チャペルの方ね、見に行こうかなというふうに思います。屋上上がってまいりました。いやー、めちゃめちゃ、宮古ブルーですね。はい、いい感じです。はい。で、こちらがですね、今、チャペルの方にね、お邪魔させていただいて、ダフ大橋ね、こんな感じで見ていただくことが、できるという感じですね。まあ、こんなとこね、挙式できたらいい感じですね。これは、あれですかね、天井はやっぱり船をモチーフにしてるんでしょうかね。なんかそんな感じの、形ですね。はい。すごく良さげです。はい、開業日初日の動画の、ね、編集も終わって無事にね、本日6月19日19時45分にアップの、ね、設定ができました。5時間ぐらいかかりましたね。はい、でもうなんやかんや5時
半回るところでございます。はい、今日もねあまり遊べなかったです。明日ねチェックアウト前にいっぱいはっちゃけたいなと思いますけれども、とりあえずねこれからラウンジの方にね向かっていきたいなというふうに思います。でオールデイダイニングの方でですね、あの20時からねディナー予約しておりますので、ディナービュッフェいただこうかなというふうに思います。まあなのでメニューのね、まあ変更があるのかをまあ中心にちょっとね、覗いてこようかなというふうに思います。行ってまいります。はい、ということですね。このように、メニューをね持ってきましたけど、まあ、昨日とねほぼ同じような感じかなというふうに思いますね。まあ、でもねお酒進む感じのメニューなので非常にいいんじゃないかなというふうに思います。今日はね、シャンパンの方と、そしてねシーバスのソーダ割りいただいて、ちょっとね海の方を散歩してから、ディナーにね、オールデイダイニングの方に向かっていきたいなと思います。はあ、このせんべいが本当にねめっちゃうまい。島唐辛子パリパリせんべい、今日だいぶ在庫減ってましたね。皆さんうまさに気づいたんでしょうね。うまい。とりあえずね今夕時でめちゃめちゃねいい感じなんで、ちょっとね散歩していこうかなというふうに思います。やっぱりねエントランスとかねあのめちゃめちゃ高級感ある感じですね。はい、ではねちょっと海の方まだ行ってないんでね、海の方も行ってみたいと思います。はい、まあ、夕時のね、お庭なんかも非常にいい感じですね。なんかねアクティビティやってる感じですね。ああいう感じのもあるんですね。やっぱりね夕時とかは非常にいい感じですよね。はい、めちゃめちゃ映える感じしますね。ちょっとね海の方に向かっていきたいなというふうに思いますけれども、あ気持ちいいですね。はい、あんな感じでねアクティビティなんかもねやっておられます。いやーいい感じですね。面白いですね。海の方はねもうプールのすぐそば、ここからね、行っていただくことができます。あ敷地からねすぐこうやって海出れるのはいいですね。またね、あとにかく気持ちいい。あなるほど、こういう感じになってるんだ。夜はね閉まっちゃうんでしょうかね。まあ、結構ね確かにヤブなので、あの夜はね蛇が出るっていうのも頷けるなっていう感じですね。ここはね宮古市の、管理地ですね。あイラフ大橋もね綺麗に見えて、サンセットも非常にね、いい感じじゃないですか。いやめちゃめちゃねいい。まあ海もね非常に綺麗、いや気持ちいいですね。いやめちゃめちゃ気持ちいい。はい、ということでまあこんな感じでね、あの散歩もできるんで非常に最高。いや本当にね、まだ2泊目終わってないですけど、めちゃめちゃいいですよ、本当に。皆さんね、ぜひ、あの、ヒルトン、沖縄宮古島リゾートさんね、遊びに来ていただいて、この感じをね、本当にゆったりとした時間、流れてます。でもね、あっという間に終わってしまいます。まあ、本当にね、楽しみたいなと思います。まあ、ちょっとね、ゆっくりさせていただいて、あの、ディナーの方ね、食べに行こうかなというふうに思います。はい、砂浜のね砂もめちゃめちゃね細かい。
いやー気持ちいいですね、これは。すごいふっかふか。片栗粉の上歩いてる感じです。いやーめっちゃ綺麗です。いやーいいですね。20時になりましたんでね、これからディナーの方食べに行きたいなっていうふうに思います。ステーキとかね、お寿司とかもあるみたいなんでめっちゃ楽しみです。はい、今ね、撮影しやすい席にご案内いただきました。これはね、非常に助かります。はい、今こんな感じでですね、アラカルトメニューがねありますけれども、当然ね、私の方は、ビュッフェをねオーダーさせていただきました。まあ、結構ね、ボロネーゼ2400円とかね、まあ、ここにね出しておきますけど、意外とね、リーズナブルだなというふうに思いますし、まあ、ゴールドステータス以上であれば当然ね、25% オフという形で2023年中はね利用できますので、ね、これは結構、ね、お得じゃないかなというふうに思います。でこちらがね、ビュッフェの、ね、メニューとなっておりまして、まあ、それ以外には飲み物が、入っているという感じです。楽しみ。はい、ということですね。まあ、こんな感じでね、持ってきました。めちゃめちゃね、どれも美味しそう。朝のね、延長戦で、お昼とはね、またちょっと違う。微妙にね、ちょっとずつ変わっていく感じですね。これは嬉しい。はい、ということでね、いただいていきましょう。お寿司。マグロもね、朝のマグロ丼とかめちゃうまかったですからね。うま。おすすめはね、なんだドレッシング塩みたいなのがあるみたいなんで、それがおすすめされました。それもちょっといただいてみよう。いただきます。うん、やわらか。うん、うん、これ、ね、ステーキはめちゃめちゃうまい。やっぱ塩でいただくんで、お肉自体のね、味がねめっちゃ引き立ちます。そしてね、柔らかい。ほんとめっちゃうまい。いや、豚肉とかもねめっちゃあるし、うん、うまいな。でもね、そんなに量は食べれないかもしれない。でも連日来てもね、多分メニューがちょっとコロコロね変わるんで、これは結構連泊でも嬉しい。くすぶた、うまっ。こちらね、朝食のシウマイもそうですし、お寿司もそうなんですけど、自分でね、筆で醤油をね塗る感じになります。結構ね面白いなと思う。はい、なかなかできない経験なんで、ぜひね、楽しみながら食べていただくのがいいんじゃないかなと思います。で、ね、これちょっと食べ進めて、夜またライブがありますんでね、お部屋の方に戻っていきたいなというふうに思います。いやー最高。うん、まあ、チャーハン普通にうまい。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったです。いやー種類がね、やっぱり豊富なのはめっちゃ嬉しいですね。で、結構ね、ステーキとかもしっかりとしたね、ステーキでめちゃめちゃお肉も美味しかったですし、お寿司なんかもね、いただけて最高です。はい。お腹いっぱいです。
ということでね、今日はもう最後のね、夜ということで、明日チェックアウトしたらね、東京に帰るというところでございますので、まぁ、ちょっとね、ゆっくりさせていただいて、まぁ、またね、22時半からライブをお届けさせていただきます。そちらのアーカイブにつきましては上の方にリンク出しておきますんで、第2夜ということでね、ぜひそちらもチェックしていただけると嬉しいです。ということで、また明日の朝お会いしましょう。おやすみなさい。はい、おはようございます。もう準備もね、整いましたので、朝食行く前にですね、せっかくなんでね、まだプール実はね、一回も入ってないんで、ちょっとだけでもね、プール入ろうかなっていうふうに思ってますんで、これからね、これ着て、めっちゃいい感じじゃないですか。私のこのサイズが。はい。女性だとめっちゃね、大きいかもしれないけど、それはそれで、またいいかもしれないですね。ということで、うからですね、プールの方に向かっていきたいと思います。はい、ということでね、外出てきました。クワイエットプールなんかもね、今人がいなくて、いい感じです。さっきね、なんか一組いらっしゃったんですけど、今いない感じですね。こちらのね、メインのプールにつきましても、今ね、誰もいないという感じです。いやー、まだね、水温とかもね、よくわかってないんですけど、どんな感じかなっていう感じですけど、まあ非常に、昨日よりなんか風もね、落ち着いてていい感じですね。はい。ということで、ちょっと入ってきたいと思います。はい。で、こちらのね、デイベッド、ソファーベッドみたいなのが、一応これもね、やっぱり優勝で、3時間でね、3500円でね、借りていただくことができるみたいですね。はい。まあ、ゆったりするにはね、3時間あれば十分じゃないかなと思います。まあ、数にね、結構限りがありますんで、はい。あとね、完全予約制みたいなので、プールに来てからね、借りようというふうに思っていただいても、フロントまでね、今のところは行かないと予約ができないそうなので、そこがね、ちょっと、ご注意いただきたいなと思います。3時間で3500円。はい。で、こちらのですね、カバナにつきましても、フロントでね、事前に予約していただく必要があるんですけど、こちらは3時間で7000円。なので、先ほどの、ね、ソファーベッドと比べると、まあ倍なんですけど、ただね、ドリンク付きみたいなんですね。はい。まあ、こちらのカバナもね、クワイテッドプールか。こちらの16歳以上しか入れないプールに、近くにあるんで、まあ、ゆったりね、過ごされる方にはいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあね、クワイテッドプール、意外とね、冷たい。はい。まあでもね、やっぱり暖かいんで、いい感じです。これが、高さ的にはね、1.2 メートルぐらいなので、そんなにね、深くはないですね。ただここはね、16歳以上しか入れないプールなので、まあね、高さ気にすることは特にないので、はい、1.2 メートルぐらいという感じです。でね、プール入ったビューがね、まあこんな感じですね。いや、めっちゃいい。ただね、これ動くんですね。びっくりしました。はい、今日はね、こちら今ファミリープールの方にね、やってきました。まあ本当はね、はしごというかそこから入るのがいいんでしょうけど、まあここからね、ちょっと入っていきましょうか。ここのね、高さは先ほどのクワイテッドプールと同じで 1.2 メートル。まあ、ここのね、やっぱり絵がね、印象的ですよね。はい。いやー、いいんじゃないですかね。ここら辺ね、階段あって、まあお子さんとね、遊んでいただくのにも非常にいいんじゃないかなというふうに思います。で、さっきもね、ここ座りましたけど、動くんですよね、これ。はい。座るときで気をつけてくださいね。はい。はい。一応ね、今日も30度近く行くみたいなので、なんかね、初日からね、雨予報だったのが、曇りから晴れになって、昨日もピーカンで、今日もね、ちょっと雲が多いですけど、いい天気なので、最高です。まあ、何は、ともあれね、もうとりあえず今日、チェックアウトしますんで、最後満喫してね、帰ってきたいと思います。はい。で、室内プールね、こんなソファーとかがね、ありますね。で、さっきね、スタッフさんにご紹介というかね、おすすめいただいたのが、これの寝心地がね、めっちゃいいということなんで、ちょっとね、寝っ転がりたいなと思います。あ、確かにね、めっちゃいい。なんかね、ふかふかですね。これはね、寝れるやつ。めっちゃやばい。超気持ちいい。はい。やっぱりね、めっちゃ気持ちいい。そして、だいぶね、日が出てきました。で、海の方にね、向かおうかなと思ってたんですけど、昨日ね、ライブで海、入れると思いますなんて会話したんですけど、なんとね、まだ海入れないそうですね。7月ぐらいに入れるぐらいのイメージでですね、今申請をして、まあ、調整中ということだったので、まだね、海は入れません。残念。はぁ、でもね、めっちゃ気持ちいい。
いやー、これ見えてる。はい、今まさかのですね、プールにね、ルームキーがどっかに行ってしまったということで、お部屋に戻れません。で、一応ね、水着とこのフーディーとかでですね、レセプションに上がることはできませんので、1階のね、建物内に入ることはできますから、アズールっていうね、オールデイダイニングの前に、このように電話機があるんで、ここからね、あのスタッフさんをね、ご依頼させていただいたという感じです。いや、最終日にやらかしました。はい、無事にね、お部屋の方に戻ってくることができました。最終日に。お手を煩わせてしまってすいませんでした。はい。じゃあね、これからちょっとお風呂入ってですね、支度をして朝食をね、食べに行こうかなというふうに思います。いや、本当にね、めちゃめちゃ快晴で最高ですよ。素晴らしい。はい。で、こちらがですね、昨日ライブとかでもね、お話しさせていただきましたヒルトンさんのね、特注のね、ヒルトンマークができる、ベルギーワッフル。やり方としてはね、こちらをね、こう押していただいて、8割ぐらいね、カップに入れていただく感じですね。はい、8割ぐらい。こんなもんでしょうかね。はい。これをですね、こちらの機械の方に、セッティングするという感じです。こうバランスよくやっぱ入れた方がいいんでしょうね。あ、ちょうどでも、いい感じで埋まる感じです。ちょっと真ん中厚めにしとこうかな。はい。という感じで。こちらをね、ほら、ヒルトンマークの H がありますよね。これを締めていただいて、ひっくり返す。そうすると、タイマーが作動するということでございますので、これがね、ちょっと待って、ピーってなったら、もう一回ひっくり返して出来上がりという感じみたいです。はい、ということでね、ブザーが鳴りましたので、こちらをひっくり返してですね、出来上がりと。ちょっとね、失敗しましたけど、皆さんね、ぜひうまくできることを楽しみにしてます。はい、ということでですね、一通り持ってきました。もうね、大好評マグロ丼と、そしてですね、こちらヒルトンのね、もうマークがアイスで埋もれてしまいましたけれども、ベルギーワッフル、そして宮古そばと、バーガーですね。そしてね、タコライスだったりチャーハンとか持ってきました。そして本日ね、ダイヤモンドメンバーが選べる、メニューの中からですね、Xラットトリュフフレーバーというのをね、オーダーさせていただきました。これね、ケージャンみたいですね。で、これがですね、ガーリックトースト。で、こちらの中に卵とね、下の方にジャガイモのマッシュポテトみたいな感じなのかな、入ってるみたいで、まあ、混ぜてですね、トリュフの香りがするので、これをね、ちょんちょんしていただくというのが正しい食べ方だそうです。ということで、早速いただいていきたいと思います。美味しそう。はい。ではね、早速いただいていきたいと思います。もう本当にね、今日ね、入るのが、名残惜しい感じですね。まあ、とりあえず美味しいねご飯いただいてびっくりしたいと思います。いただきます。うん、やっぱりマグロ丼がめっちゃうまい。うん、昨日レビューできなかったんですけどね、このバーガーもね、お肉めっちゃ美味しいんですよ。まあね、せっかくなんでこのエッグ、スラットこれ混ぜてね、下の方にじゃがいもが入ってるんで、こういう感じでね、トロトロっとして、このなんかね、ガーリックトーストみたいなんですか、これをちょんちょんしていただくのがいいみたいですね。あ、ガーリック効いてて美味しい。うん、初めて食べました。美味しい。うん、こちらのね、ベルギーワッフルもちょっとね、時間経っちゃったんですけど、焼きたての時はね、結構カリカリして美味しいですね。うん、うまっ。まあ、とりあえずね、これちょっと食べ進めて、まあ散歩したりお部屋の方に戻ってゆっくりねして、今日はね、まあ、14時、レートチェックアウトいただいてますんで、まあ、ちょっとね、お世話になったあのスタッフさんのね、周り、スタッフさん周りをして、まあ、ちょっとご挨拶してね、帰ろうかなというふうに思ってます。で、まあ、裏話ではないですけど、まあ、一応ね、公表していただいてもいいよということを許可いただいたのでお話しますけど、今後ね、こちらのレストランにつきましては、自動、なんていうんですか、
配膳あのマシーンみたいなあるじゃないですか。よく最近ファミレスとかであの配膳してくれる機械、あれをね3台ぐらい置いたりとか、あとはチェックインの時にダイヤモンドエリート、ダイヤモンドステータスの方にですね QR コードをお渡しして、その QR コードからですね、朝食の、時間を予約できたりとか、まあ、できるそうなので、まあ、待ち時間なくですね、シームレスに入店できるような仕組みなんかもね、考えていらっしゃるということでございます。うん、なんかね、まあね、今人手不足でね、なかなか厳しいから、雰囲気とかもねあるんで、そういうのない方がいいっていう方もひょっとするといらっしゃるのかもしれないですけど、まあね、でもせっかくなんで最先端の技術取り入れていただいてね、まあやっぱりここ基本ね、アラカルトはできるといってもビュッフェなんで、まあそんなにね、どちらかというと配膳というよりはどうなんだろうな、お下げするような感じとかがメインになるのかな、ちょっとそこはね分からないですけど、まあ、今後の、ね、取り組みにちょっとますますね注視していきたいなというふうに思います。はい、ということで、まあ、とりあえずちょっとね食べ進めてお部屋の方にね戻っていきたいと思います。マグロ丼本当めっちゃうまい。最高。はい、ケーキねこんなに多い時はめちゃめちゃ種類いっぱいありますね。美味しそう。はい、ということでね、今お部屋の方に戻ってきまして、スタッフさんからね、一応お子様のやつね、ぜひね紹介してくださいということで、ルームウェアね、こんな感じ。これが S サイズですね。ですからこれが110から120ぐらいのサイズぐらい。もう一個ね、下に SS があって、90から100ぐらいのね、サイズがあります。まあ本当にね、同じ感じ。袖にもね、青いのが入ってたりとか、パンツ。あ、ここがね、ここが大人用はね、青なんですけど、黄色だ。青と黄色の組み合わせ私好きなんですよね。まあ、どうでもいい話ですけどね。まあこんな感じでね、ありますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったです。そしてね、いろいろ散策をさせていただいて、まあ、お世話になったね、スタッフさんをちょっとね、回り回ってご挨拶回りね、させていただいてですね。いや、本当にね、名残惜しい。もうね、13時で、今日はね、おかげさまで、14時まで、レートチェックアウトということで、14時までいただいているという感じでございますけれども、もうあと1時間ね、というところです。残り1時間、ちょっと満喫させていただきたいな、というふうに思います。でね、総括して、こちらね、はい。ヒルトン沖縄宮古島リゾートさんですけど、本当にね、最高です。はい。まあ天気にもね、やっぱり恵まれたっていうこともありますけど、まあ天気次第のところはね、ちょっとあるかもしれませんけど、天気良かったらもう本当に最高。天気が悪い時はどうなのかっていうのはね、ちょっとわかりません。何をしたらいいのかがちょっとわかんないですけど、でもやっぱりね、国内にこういったホテルがね、やっぱりできるっていうのは、まあ、日本人としてやっぱり誇らしいですし、非常にね、いいホテルだなというふうに思います。なのでね、まあ私の、まあ予想というかですね、まあ間違いなくね、人気が出る、ホテルかなっていうふうに思いますので、あとはね、本当にライブでもお話しさせていただいた通りですね、まあ私が言うのも、ちょっと違うかもしれませんけど、間違いなく混むホテルだと思いますから、スタッフさんがね、対応できるというふうになったらもう最強じゃないかなというふうに思いました。本当にスタッフの皆さん、本当に温かい方ばかりでね、ぜひ、皆さんもお越しいただいて、楽しんでいただければいいなと思います。私もね、ぜひ、今度家族を連れて、レイ君も連れて、遊びたいなというふうに思います。いやー、帰りたくない。最高でしたね。めっちゃ本当海綺麗。うん、最高です。はい。ということでですね、今回の動画につきましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方はぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残していただければ幸いです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではね、こういったホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しがないより、またね、応援するつもりでぜひね、チャンネル登録とベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで、また次回次の動画でお会いしましょう。